で目は覚めたか。セカンドクローンズリバイド。今今やりますね。ダンジャー足の手がやっダンジャー娘が悪い悪い気味だ。なかなか固まらないくらい固めるよっ。目は覚めたか。サードクローンリバイド。リバイドやりますね。あっ鍵を受け出した。クーガー送りました。いきます。ああそれでは3時になったのでエントリーを終了したいと思います。ただいまより、トーナメント表を作りますのでもう少々お待ちください。頭を使えばしのぐ方法はあるものだ。たとえ力で及ばなくともな。こんなもの挑もうという根性だけは褒めておこう。何度やっても同じことだがな。厄介なのが現れたな。覚悟なさい。ファーストクローンズリバイド。今うわいファーストクローンズにやった。うれしめじゃあたりゃえいあたりゃかぜよやったやったおあたりゃじゃあきあたりゃあたりゃかんじゃあきむだれかけあっお前よりじゃあしゅうよったたれかたんじゅんだのやったえいむだれごわんこたんじゅんだのすごいつめるつめるあらよよそうじせだが甘いか。ダメ
何度でも繰り返すか。まるで我が生き様を見ているようだな。厄介なのが現れたな。無駄な抵抗はよせ。ファーストクローズディバイド。クーガー遅い。詰め、はい、止め。なかなか。やっ、あまりにも季節が風だな。出空だ。その手、あまりにも季節が。風よ。出空だ。発展。発展。出空だ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 。なかなか過ぎて。その手、かけ。出空だ。あまりにも季節。見え見えかけ。なかなか来る見え見えだ。クーガー遅い。捕らえられない。駆けつけ
目は覚めたか？セカンドクローズディバイド。闇に。それじゃダメだ。爪が甘い。後期。爪が甘い。後期。悪くはない。かける。甘い。手追いの手なし。捕らえられない。見切れるか。舐めるかと甘いの。舐めるの。爪が強い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 。爪捕らえられない後期さっさっさっひょうサードクローズリバイドカウント爪が甘い面かける詰める貫く詰める話にならない悪くはない勝負大負け単純に今日貫く上をかけば遅い引っ張る詰めシャカ飛ばしでさっき爪固めるこっちだ破れ捕らえられない口どけ貫くよどっちだ生きれる捕らえどっちだこいつの押す後期まだ倒れちゃった捕らえられないかけるさっさっ貫く闇どっちだよっかけるよっ切断よっさあこのオースクローズディバイド大爆発さあ捕らえられない見切れ捕らえ貫く背負いの剣捕らえられない見切れ大きいます大ボス屈辱を引く大ボス剣を仰ぐというなかなかの今日は貫く強栄だなかなかしゃがみか巻いて散れ捕らえられないブレイクダウン夜はまだ終わらないウィナーゼットお前も俺も刺して変わりはしない同じ路傍の意志さ次にそうして横たわり捨てどこまで上がってくれるのか無駄な抵抗はよせファーストクローズディバイド行く仕掛け押せ捕らえられない屈辱闇に逃がさどうし見切れる闇に残るはいお待たせしましたトーナメント表ができましたので確認お願いしますあとマー君200円ちょうだいお金ちょうだい今日は22名か22名なのでまあ最初だけ2セット進行で、行こうかなと思いますのでよろしくお願いしますじゃあ寝ちゃったじゃあ手前の台はちょうど終わってるんで、じゃあ設定変えまーすこっちだ闇に逃がす断ち切れ分かった消えたけ何ら支障はない危ないね行くよ逃がしなどっと押せどっと
はい、あとじゃあ今2番目が試合やってるんで、それ終わったら、設定変えて試合、大会始めるんでよろしくお願いします。では時間3時、設定変えますね。お仕置きの時間です。定めに従い光の鉄槌を。ファーストクローズディバイド、エーテライトグランド、やりますね。引きます。やりますね。ディバイドクラフト無駄です。チェグリターン動く。あ、よし、では、準備できました。じゃあ早速始めていきましょう。10月の26日アンダーナイトインバースコンバット1年杯始めていきます。よろしくお願いします。はい、今日は22名公式大会の真っ只中に集まっていただきました。ありがとうございます。今日はまあ、2セット進行でいきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで、一発目手前で僕とイムさん、イムさん、あ、いいですね、これで2番目クロウさんと、なんか、あ、青島文化丸兄弟社さん、でどなたですかで、どなた、青島文化うんぬんかんぬんって、面白い誰のこと言ってんの。 あなたが書いて言ってたんで、あれどこ行ったの、トイレに行ってる。じゃあ飛ばしましょうか。じゃあリオンくんとカナメさん、ゴルドの方のカナメさん、カナメさん、カナメさん、試合でリオンさんと2番目でお願いします。あと犬さん、じゃあお願いします。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ、じゃあ僕ワンピーで、じゃあ伏せさん面白いこと言って、これどっちの教会？あれなんかいつもより画面が違うね。うん、これはYSK と犬好きの試合ですね。厄介なのが現れた。見せてあげましょう。さあ全員ということで、ファーストクローズ再度プレイをして、さあワールコメ開幕見えない。 BFM が2段目が刺さっている。アサルト 2A 2B 擦って、ここで DC からピストル威嚇射撃で締めて使って、急降下が降りてくる。 DB のところに、さあできるぞ、前に来る、お見合いから急降下でダンバンバンダメージ取っていく。 6C 小足から 2C 出して 2C 威嚇射撃から投げが通る、これは痛い。 V を通ってダハ走っていく、これはもつれてる。 DC からピストル出して DC 締めてギリギリ予測す。セカンドクローズディバイド、引っ張ってピストルから DC 出してコンボに行く、
DC 2B ダッシュ B、 これはフリーフレームなのだが反応が遅れたが、さあ9個から俺で 2B が待っている、 2A が待っている、 2B、 2C が入らないですね。投げが通る、これは痛い、奥攻めだ、中段ガードして後ろに回って、これはあるあるですが、ピストル、これは引っ張ってシンクから、さあこれは殺せるぞ、これが決定だ、さあドヤ顔してる YSK の勝利で、続きましてはどこ、ゼロさんとヒロドゥさん、ゼロさんヒロドゥさん、青島はまだ来ないのか、順番後回しになってるよ、いいよいいよいい、さあヒルダ対バティスタ、例えば昨日の公式大会はどうだったんですか。公式大会はデストラーデ選手が頑張ってましたあと菅野も頑張ってた、変なメルカバー待ってたよ、デスタング頑張ってた、なんか変なメルカバー頑張ったふりをしてましたあ、2番目が金目さんの勝ちじゃあ、2番目小倉朝日さん、オーシュヒットさん、DC に、あ、DC センターヒットですね、ここはしっかり見てる、小倉朝日さんでよかったわ、あ、いたいたいた、2番目でさあシャワー出して、まあぐるぐるダメ、ヒルダはぐるぐるがすごい怖いですね、ほら痛いぞ、文鎮が当たらない、スキュアが当たってスキューは2尾中段、中段当たっている、さあ射撃合戦はね、これヒルダの方がちょっと分がいいんですよね、前試しないといけないんで、ここはヒルダが近寄らせない立ち回りで急降下、壊し 2C 出してインクリースで近寄らせないスタイルですね、2段目しゃがんでいると中段なので立たないといけないが、これは中段取らない、これは DC が当たるか、無理、しゃがみ EC 入れてしゃがみ C2C ですね、インクリース、さあ文鎮溜めてシャワー、ここで攻め、ダッシュが出ない、中段ジャンプしたところにヒットして補正切りで投げスカが出ている、グリッドも1個回収しつつシャワー6攻め、そのまま食らってしまう、これは何かが出なかったか、さあヒロドゥの勝利、勝ち、じゃあ次早いね、ポンコツさん、タイゲーさん、さあタイギャーさん、タイギャーさん、ヒロダが一番苦手としてるキャラですね、さあ今日は、菅野邸に行ってしまったお猿さん一家ご一行たちはお休みということですので、かなり平和なコンバット一戦杯となっておりますね、時間勘違いしてるとかじゃないよね、いや知ってるかもしれない、一応菅野さんにリプライ送ったんだけど、ね、来てないでしょ、来てない、うん、さあさあヒールが前進になってしまった、ついに、さあタイガー氏は6位、色を間違えてしまう、さあこの組み合わせはどうでしょう、かなりしっかりしやらないと危ないですが、ファーストクローズリバイト、キリナスターシナフガチナ苦しみですけど、これ小足でグラ潰し、暴れ潰しも合わせて中段立っている、さあこれは補正切りになってる、あーっと沖に入って2段指導、まあまあ痛いですよ、2600与えてシャワー出して中段を立っている、ここは前に来る、逆に織江が防戦一方、ストラガジャンプ空中ヒットして、これは危ない、着地何も出さない、しかしちょっと怪しかった、ブラックのとこ 2B は刺さってしまったか、わしゃ届かない、シャワー出して強制的にガラさせていく、壊しは VO 届かない、
さあ前今度はパワー制で入れ替わる。ちょガードしてる。しかし金投げ抜ける。ゴミここはガードするしかない。インクリス PA かけて、あ2番目終わった。 P タケノコ出して中段また出していく。しかしオリエのターン、こうなるとヒルが非常に危ない。僕ら朝日さんの勝ち。早期に使ってこれはイブの勝利。すごいよ。シェットを見せね。2番目でガチさんとこれはアタクサンマさん。ガチさんとお願いします。ここは 2B が刺さってタケノコも出してセチシャワー出して奥攻め。これは当たってしまう。スラのところにナイスタイミング。 CS が間に合わず。さあまずはヒルダがのらりくらい立ち回ってオリエ対策をしっかりそつなく壊している。着手壊し無事。ここは低めに中段